女城主、ナオトラ、2号、材木を抱いて飛べ、2017年6月25日、日、20時分20時45分の放送内容、E の材木をまとめて買い取りたいという商人が見つかり、張り切る、ナオトラ、柴崎港、一方、ルーン丸、柳楽優渡る、たち一味は気がに戻り、ルーン島、を旗揚げする、番組内容、E の材木をまとめて買い取りたいという商人が見つかり、張り切る、ナオトラ、柴崎港、と放飛さ、室強し、一方、E を去った、ルーン丸、柳楽優渡る、たち一味は気がに戻り、ルーン島、を旗揚げする、駿府では今川氏真、小上松也、が同盟を破った武田への対抗策として、汐留、を行い、武田家と通じる商人の取り締まりを強化していた。そんな中、E家の材木の商い先である、成川屋、が三河の徳川に材木を流していることが発覚する。出演者、柴崎港、高橋和夫、柳楽優渡る、財前直美、室強し、山口さやか、本田博太郎、矢島健一、山本優、馬、田中美代、梅沢雅代、小松和江、牧田スポーツ、西原明、寺田心、高橋光、真壁刀なぎほか、原作、脚本、森下恵子、音楽、菅野陽子。